それではお待たせいたしました。ただいまより知事の囲み会見を始めさせていただきます、はい、知事お願いします。なんかこの頃あの知事会は日曜日っていうのがなんか定例になっちゃってですね、まあ、せっかくですからあの、まあ、今回テーマもあの今回 の豪雨災害の問題とそれからまあコロナのまあ進捗状況といいますかね、まあ、最近ちょっと全国的に感染者が急増してますもんですから、まあ、そういったことを睨んでの、まあ、あの知事会だったと思いますけども、まあ、逆にあの私どもあの議会もあってあの記者会見はしばらくやっておりませんもんですからちょっとご迷惑かなとは思ったんですけど、まあ、あのちょっとこういう時間をいただいたような次第であります、まあ、特別対応はありませんので、それでまずあの、まあ、せっかくですからあのこの今回の豪雨ですけども、まあ、あの緩和いわゆるあの線状降水帯というんですか、これがあの下呂から高山にべったりと張り付いたという、まあ、こういうことなんでありますけども、結果的にあの24時間単位で観測史上最大値を記録した箇所が4箇所あるとかですね、それから大雨特別警報が6市に発表されたとか、それからあの降水量が累積で1000ミリを超えたところが3箇所あるとかですね、ということでこの雨量について言えば相当な豪雨であったと、まあ、2年前の7月の豪雨がありましたが、あれに匹敵するようなあの厳しい状況だったと思います。ただそういう中でお手元 あのこのカラーの紙がありますが、1ページ目がこの赤があるですね、大雨特別警報というもう一難時被害者が出てもおかしくないという切羽詰まった状態というのが、まあ、大雨特別警報でありまして、まあ、あの6市に出せられたと。それからポツにあの黒丸に白抜きのところがあの24時間降水量で、その地域としては過去最高値を記録したと。プラス1000ミリを超えたのが、昼間の船山、萩原と3カ所と、まあ、こういうことでありました。次のページをご覧いただきますと、まあ、幸いにもですね、軽傷が1名、それから あと住家の被害がここにありますようにいくつか出ておりますし、まあ、鉄道がやはり高山線がやられたということでありますし、道路、河川、砂防、農地、山地、林道等々ですね、かなり幅広くあの被害に遭っております。まあ、私どもとしては、特にこの国道41号と JR 高山本線のこの縦の大動脈が寸断されたのが大変、いろんな意味であの影響が大きいものですから、まあ、中部中央整備局でありますとか、JR 東海ともご相談をして、積極的にもお願いしているところでありますけれども、この7番と8番の箇所以外は、JR 高山本線も国道41号もですね、まあ、通れるようになったということで、この7番、8番のところはまあどういうふうに、どういうスケジュールで今後、しかも内容的に、線路の下がえぐられているものですから、JR 東海と、それから国道事務所等がですね、うまくコラボしていく必要があるということで、まあ、これをぜひ急いでもらいたいというふうに、まあ、思っているところでございます。それから次のページが、今申し上げました高山本線 の被災状況で、このさっきの7と、走っているのがこの真ん中辺の6と7と取ったのがこの真ん中辺の走7と走ですかね、この2345でありまして、まあ、他のところは一応通じたということであります。それからあの孤立世帯が1234世帯3000人が一旦孤立しましたけれども、わずか2日間で、つながりまして、まあ、これは孤立集落対策としてこれまた優先的に関係機関が努力をしていただいたおかげだというふうに今思っております。まあ、で今回 豪雨災害を見渡して、まあ、やはり感じますのはやはり局地的な被害が非常に多いと、白川町のバックウォーターもありますし、それぞれがピンポイントで、あるいは八百津の突風もありますし、
ピンポイントでいろんなことが起こっておりますものですから、まあ、国に対してはそういう点で、厳しい被害が生じたときに、これをきちっとカバーできるような支援制度の考え方といいますか、柔軟性を確保してほしいということを、お願いしてきているところであります。それから今回のこの災害は、その新型コロナウイルス感染症対策を意識しながら、災害対策に取り組んできたという、最初のケース、初めてのケースでございまして、そこで感じましたのは、一つは避難所を見させていただきましたけれども、避難者の健康管理とか、あるいは避難所の衛生管理とか、それから避難者のスペースの十分な確保とか、それから発熱者等へのですね、区分した、スペース、動線、専用トイレ等々ですね、そういった発熱者への対応とかですね、こういったことについては非常に目配りが行き届いた対策が取られておるというふうに感じたんですが、十分なスペースを取って配慮すればするほど、そこに入れる人の絶対数が減っていくわけでありまして、かなり余裕を持って用意したわけでありますけれども、一部ですね、満員で入りきなかったというケースがありますものですから、きょう知事会でも申し上げましたけれども、ホテルとか公共施設とかですね、民間のいろいろ集客施設とかですね、いろいろですね、日頃から幅広くこの避難所のですね、候補になりうるようなところをですね、準備していく必要があるのかなという感じがしております。もう一つ、私は気になりましたのは、この応援職員とかボランティアの問題でありまして、大変残念なことに、県境を越えておいでになったボランティアの方が、感染しておったということで、ボランティアとして協力していただく方に PCR 検査をしてきてほしいとか、あるいはまずはその当該市内でまずボランティアを募るということで、内輪でできることをやろうではないかというふうにですね、社会福祉協議会が全国レベルでも、また地方レベルでもですね、そういう考え方に立って対応したということであります。県庁も支援職員をゲロに派遣いたしましたけれども、こういう災害復旧へのこの応援というのは、地域と地域がこうつながるといいますかね、人と人とがつながるといいますか、絆ができていくはずのものがですね、ちょっと怖いから遠慮してと、あるいは PCR 検査はちゃんとやってあるのとかですね、そういう感覚でおいでになった人を見るというのも大変つらいところでありまして、今日私も知事会で申し上げたのは、やはり、そういったことに対するいろんな場面を想定してですね、一定のこうルールをですね、共有しておくと、でこれがルールなんだということで、皆さんが、納得した上で対応するようなことをですね、だから PCR 検査のこともそうですけども、考えていった方がいいのかなという感じですし、ある知事さんはあれですよね、本当に切羽詰まった、本当にクリティカルな時に、PCR 検査するまではちょっと待ってくださいなって、そんなことを言える状態でない場合だってあり得るわけなんで、いろんなことを考えて、やはり、ルールを一回きちんと考えてみるかなという、そんな問題提起をしたところで、あります。今後、応急対応と合わせて、復旧作業に行くわけですが、ただ、まだ、完全に終わったわけではありませんで、引き続き厳重な警戒が必要かと思っておりますけれども、これまで、いろんな手立てがあるわけですけど、一つは応急対策ということで、私どもとしては直ちに災害救助法の適用を県としては決定をして、これによって市町村の負担なしにですね、応急の例えば仮設住宅とかですね、応急修理とかいろんなことがですね、国と県の支援でできることになりますので、これを急いでやりましたし、それから国も特定非常災害に直ちに指定してくれましたものですから、行政上のいろんな特例措置の適用があると。それから被災者生活支援制度ということで、被災者の生活再建に応援するという制度があるんですが、これがちょっとまだ規模の大きいものを対象にしているものですから、さっき申し上げましたように、局地的な
ピンポイントの災害に見合ったですね、柔軟な対応ということで、まあ、国には要望していきたいと思っております。それから地方交付税の繰り上げ交付というのをですね、高山、郡上、下呂についてはですね、まあ、国の方で認めていただいております。それから、まあ、明日、私も自民党県連の皆さんと一緒に安倍総理のところに行きますけれども、激甚災害の早期指定というのは強くお願いしていこうと思っております。まあ、内閣の方では、まあ、そういう方向でというふうには聞いておりますけれども、まあ、未だ指定に至っておりませんので、できるだけ急いでいただきたいということをお願いしようかと思っておりますし、また合わせて早期に復旧事業にするためには、この災害査定をですね、早くやっていただかないと、実際の復旧作業に手がつけられないということですから、まあ、国によるいろんな災害についての、まあ、査定作業を早急円滑に、まあ、実施してもらいたいと、まあ、こういうことでありますし、まあ、県が管理する道路、幹線道路、河川、護岸、砂防等々はですね、まあ、県としても全力でやっていきたいと思いますし、まあ、なんといっても先ほど申し上げました大動脈の国道41号と高山本線の先ほど見ていただいた区間ですね、ざっと600メートルなんですけれども、この600メートルをどう早期に復旧するかということを、が一つ大きな課題でございまして、あさってですかね、JR 東海、それから中部知政、それから中部運輸局にもですね、飛騨の三市長さんと一緒にですね、要望に回ろうというふうに、まあ、思っております。それから国土強靭化計画3年ということで、この3年間国も積極的に国土強靭化に力を入れていただきましたけれども、それをさらにですね、その先についても積極的に対応してほしいということをずっと言っておりましたが、まあ、これは今度の骨太の方針の中でですね、この3カ年計画の先についても積極的に目標を持って取り組むということまで書いていただいておりますけれども、この国土強靭化計画の中に、まあ、今回のこういった具体的なですね、災害の反省も含めたですね、対応を盛り込んでいただいたらと思っておりますし、まあ、私ども若干注目しておりますのは、内閣府とそれから環境省が一緒になっております、気候変動を念頭に置いた復旧作業といいますかね、単に元に戻すのではなしに、まあ、その気候変動という環境変化の中でどう復興していくのが、望ましいのかというようなですね、まあ、復興復旧振興というんですかね、そういう、まあ、積極的なですね、考え方もこの強靭化計画の中でですね、まあ、考えていただければというようなことを、まあ、今日知事会で申し上げたところであります。それから、まあ、今後については、まあ、落ち着いて、まあ、そういったことでありますが、県としてはまだまだ被害の把握が必ずしも十分できておりませんで、徐々にその奥深いところに入っていって、まあ、いろんなことを発見したりするわけでありまして、まだまだまだ入れてないところがありますので、これを積極的にやっていきたいと思いますし、今もう少し落ち着いた段階で、まあ、今回 の災害対応の、まあ、検証をきちっとやりたいと思っております。避難行動の問題とか、孤立集落の問題とか、先ほど申し上げました避難所の問題とか、それから、まあ、岐阜県でこれ初めてかどうかわかりませんが、バックウォーターという現象がですね、起こりましたので、あれ情報によると10メートルの壁ができるんですね、水の壁が。ですからこれ大変な何て言いますか、それだけ水かさが上がってくるということですから、ものすごい現象なわけで、まあ、こういうものにどう備えていくかとかですね、いろいろあるかと思います。まあ、できるだけ早い機会に、まあ、今月末から来月早々ぐらいにはですね、県庁内の部局横断のタスクフォースを設置をして、分析検証をやっていただこうというふうに思っております。まあ、そんなことで、ございます。それから、あと、まあ、コロナについて申し上げますとですね、本日12時現在の速報値としては、今日はですね、一応ゼロということで、感染者ゼロということでございます。で、例の基準値でいきますと、どこになっていくかというと、そこにありますようにですね、このところ、この県議省の後で申し上げますけど、県議省の問題も含めて、
感染者が出てきておりますので、一番最初の新規感染者数がですね、11人ということで、まあ、7人以上という基準を上回ってきて、おります。で、これはですね、この17人を上回ったのがですね、先週の木曜日からでありまして、これは4月の27日以来、80日ぶりにですね、この7人以上という基準を行くことになったと、こういうことで、ございます。まあ、その他につきましては、基準指標の範囲内に、まあ、収まっているという状況でございます。重篤者数も今はゼロになりましたということで、ございます。で、まあ、全国的にもこの1週間で、かなり陽性患者の発生が、増加してきておりまして、で、岐阜県について申し上げますと、緊急事態措置区域を解除されたのは5月の24日でございますが、5月14日からこの2ヶ月強の間に陽性患者は23人発症しております。で、このうちのですね、23人中17人が今月に入ってから約半月の間に発症したということで、今月に入って加速しているということでございます。で、この23人のうちの内訳で見ますと、感染経路不明の方が10人おられます。で、この不明の方10人の中でですね、関東などですね、県外への行動歴があたりがどうかなという、そういう方が5人おられます、ということで、今回県議省の発症につきましては、もうこれはクラスターであると、クラスターが発生したというふうに、まあ、認定をしておりますので、まあ、これをまず早急に、封じ込めるということに、まあ、取り組んでいくわけでありますけれども、この県議省の事例について申し上げますとですね、現時点でいきますと、県議省の教員2人、生徒3人、それからその生徒さん の, ご兄弟が、大垣商業高校に行っておられて、その高校で、まあ、ご兄弟が感染したということで、合計6人の陽性を確認しておりまして、高校におけるクラスター発症というのは全国初なんですね、ということでございまして、まあ、私どもとしては危機感を持って取り組んでいるところであります。で、まあ、現在いわゆる濃厚接触者だけではなしにですね、まあ、少しでも接触した可能性のある生徒教員をですね、徹底的に調べようということで、昨日までに658人、本日161人、合わせて819人の生徒さん、あるいは教員の方の検査をしておりまして、この819人のうちの702人が県議省の方の、残りが大垣商業の方ということでございます。まあ、いろいろ事情を聞いてみますと、やはり問題点といいますか、反省点2つありまして、1つはですね、まあ、感染の疑いが生じたときには速やかに学校に報告するということになっておるわけでありますが、今回の事例ではですね、発熱をしました、さらに PCR を受検しましたといったあたりでですね、報告が出されていないということでありまして、陽性判明後にようやく報告ができたということで、あります。それからもう一つは、まあ、学生さんも含めて、生徒さんも含めてですけれども、健康状態をコンスタントにチェックするですね、チェックシートというのがあるわけでありますが、どうもその記述についてですね、必ずしも具体的にきちんとですね、できているかどうかという疑わしいところがありまして、まあ、これら の, その運用改善、考え方のちょっと見直しをしなきゃいけないということで、まあ、結果、まあ、体調不良、陽性の教員、生徒の把握が遅れたとか、濃厚接触者の数が大変増加したとかいう、そういう、まあ、可能性は否定できないわけでありまして、まあ、大変残念に思っているところであります。で、教育委員会に対しまして、私の方からはですね、今一度、学校における感染防止対策を徹底するようにですね、早急に、まあ、チェックもし、指示もするようにですね、言っておいたところでありますし、私学に対しましても同様にですね、同じ問題でありますので、こうしたことを改めて徹底したいというふうに思っております。で、まあ、これまで全国的にですね、クラスターというと医療機関、福祉機関、あるいは学校関係、いろいろあったわけでありますが、本県はどちらかというと、まあ、そういったものもあるにしても、散発的な発生にとどまっておったわけでありまして、
まあ、ここに来て、まあ、幸運なことにそういう医療機関のクラスターとかですね、福祉機関のクラスターとかなかったわけでありますが、ここに来て学校のクラスター発症という事態になったわけでありまして、まあ、このこと自身についてやはり、まあ、危機感を持たなきゃいけないというのがまず第1点、それから今後じわじわとですね、外国に門戸を開いてまいりますので、海外からの、まあ、あの外国からの、まあ、人の出入り、まあ、空港における水際対策の徹底ということをですね、大変私のとしては重要しておりまして、まあ、今日も知事会でも申し上げましたし、国に対しても繰り返しこのセントリア空港のみならずですね、全国的にこの水際対策をですね、もっと強化するように言っているところでございます。それから加えて、先ほど申し上げましたように、東京をはじめとする大都市圏との往来についてもですね、まあ、十分警戒する必要があるということでございます。まあ、GoTo キャンペーンということで、さらに、人の動きが促進されるという側面もありますので、関係団体、特に観光関係の皆さんにはですね、すでに県の方でお示ししたコロナ社会を生き抜く指針ということで、観光編というのがあるわけでありますが、まあ、これとか、それから業界自身もガイドラインを作っておられますが、そうしたものはしっかり実施されているかどうかですね、改めて、しっかりと確認をするように、していきたいというふうに、まあ、思っているところでございます。まあ、ということでありますが、まずはこの積極的な PCR 検査をやることを通じて、今回の高校クラスター事案を早急に解消したいということであります。まあ、急ではありますが、そんなような問題意識の下で、明日夜になりますけど、専門家会議をですね、開いて、まあ、現状についてですね、またご議論をし、また今後の方向についてですね、まあ、必要があれば私から、まあ、県民の皆さんやら事業者の皆さんに改めてメッセージを出すということも考えたいと思っております。まあ、振り返ってみますと、3月下旬にですね、連休で緩んだということが、3月末から4月早々のですね、感染者の急増につながったと、これは岐阜県のみならず全国的な評価であったわけでありますので、まさに、今週木曜日から4連休ですし、その後も夏休み控えているわけでありますし、お盆休みもありますし、まあ、そういったことからですね、この3月の鉄を踏まないように、十分注意を促す必要があるのかなと、そんなことを思って、おります。大体そんなところでしょうかね。それでは幹事長、毎日新聞さん。毎日新聞の松本です。はい、最初に、災害の件なんですが、はい、まあ、岐阜県内、最大けが人は1人で、はい、まあ、その場合は住宅にはたくさん被害が出てます。ね、現状で何かその財政的な支援として、はい、補正予算とかは考えてらっしゃいますか。はい、今のところはいろんな予算の組み合わせの中で対応できるのではないかと思っておりますけれども、ただまあ問題はあれなんです。まあ、国の方の災害査定というのもありますし、それから私どももこれからずっといろんなところ分け入ってですね、まあ、損害がどこまで生じて、まあ、これについて、まあ、国、県、市町村どういう役割分担で対応していくかとかですね、そういったことをまあ確認を詰めていきますので、まあ、もちろん不足すれば追加の予算を準備しなきゃいけないと思っておりますけれども、まあ、その辺はもうそういう作業をとにかくやってからのことかなと思っております。わかりました。序盤におっしゃったボランティアの話でして、はい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 、ボランティア、その県境にできた人が感染していた、うん、これは岐阜県の話じゃなくて、これは香川県の方が熊本へ行って、はい、でまあ、感染していたということですよね。はい、はい、コロナの件なんですが、まあ、明日会議を開くとおっしゃいましたけれども、ええ、改めてその、まあ、県民に対して移動自粛要請であるとか、ええ、事業者への休業要請は、うん、今はお考えでしょうか。まあ、まさにそこら辺をですね、明日現状分析と、それから、まあ、今後の対応ということで専門家会議で議論をした上で、その翌日になるか翌日になるか分かりませんが、県としての対応を発表したいと思っています。はい、では、小林さんお願いします。
ユーチューブ。はい、岐阜新聞の下まで。はい。演技賞の話なんですけれども、体調不良の報告ですとか健康チェックカード、そういったものが、まあ、うまく運用できていなかったということですけど、はいはい、これは県議賞だけがそうだったのか、はい、そもそもあの仕組みに無理があって全県的に、はい、そういったことがうまく回ってないのか、どちらだとお考えになりますか。まあ、仕組みは別にそう複雑ではありませんので、まあ、状況がつまりその学校を職場としておられる方ですから、何かあればそれが人に移るということを当然考えてなきゃいけないわけでありますので、体調に異常をきたしたらまずはですね、それを報告をしですよ、検査もしたわけですから、検査をするほどに心配されたわけでしょうから、まずはしっかり報告をするという、体調がおかしければですね、まず行動を止めるということですよね。行動を止めて、そして当局に報告をして、そして検査をするという、これある意味じゃ別に複雑も何でも何でもないので、これが徹底されていなかったということだと思いますし、まあ、チェックシートもそんなに複雑なことを求めているとは思いませんので、ただまあこういう機会であり、こういうことが現実に起こりましたので、何も県議賞に限らずですね、オール岐阜県で公立、それから私立問わずですね、徹底するようにですね、教育委員会等にお願いしております。わかりました。それと災害に関してですけども、大動脈、41号とかかかりません、これの復旧の見通しっていうものは、今どのあたりと睨んで見えるのかっていう、まあ、この間ですね、私も現地行きましたときに伺いましたら、まあ、JR さんもそれから国の方もですね、まだ見通しは立っていないということでしたので、見通しは立っていないんだと思いますが、2年前の豪雨の時もそうでしたけれども、要するに JR 東海とそれから国の作業とがこう重なり合っている場所なもんですから、まずはそのお互いの責任分担と、それからそれを遂行するその、まあ、もちろんできるだけ早くやってほしいわけでありますけれども、まあ、速やかに遂行するとすると、どういう手順でどうなるかということをですね、きちんと詰めないと、まあ、軽々なこと言えないということかなと思っておりまして、明日明後日ですか、ぐるっと回りますけども、その時にも、その辺も、まあ、理解した上でですね、できるだけ速やかに見通しを出してくれということは、まあ、お願いしようと思ってますけどね。例えばその線路の真下のに何かがあれば、ここは JR さんかもしれないんですが、そのこっちの川岸からこう一緒にえぐられてきたときに、どこをどう分担するのかとかですね、まあ、ような役割分担の問題っていうのは多分あると思うんですね。まあ、そういったこともまあきちっと見極めようということですけど、まだこの前行ったときにはまだまだ雨も降りそうだという感じでですね、そういう先へ行く状況ではなかったんですが、ただまあここがまあ大動脈の一番のへそのところでございますので、何としても急ぎたいということで、まあ、お願いしましたし、まあ、地元なり私どもの思いは理解していただいていると思いますけどね。分担さえ、まあ、きちっとできれば、分担とそれに沿ったこう作業スケジュールですよね。まずこれをやって、次にこういう工程やって、こうやってっていうですね、ちょっと今回のため私まだ詳しく聞いてないんですけど、2年前の場合ですと、例えば土砂が線路に崩れていったわけですよ。でこの土砂をどけるのはどっちで、その土砂をどこへ捨てるか、その捨て場所によってどっちの作業がどういう影響を受けるか、でここまで作業終わってもらわないとこっちに取り掛かれないとかですね、あるいはその完全に終わらなくても、なんていうか仮説的にでもこのぐらいやってもらえれば、ゆっくりであれば列車を走れるとかですね、いろいろあるわけですよ。そういう類のことをどういうふうに組み合わせて、どうその運行まで持っていくかというあたりだと思いますけどね。ジムさん、ジムネスです。まず災害の件でお伺いしたいと思います。まあ、ケロ号のですね、その萩原での、まあ、避難指示がですね、まあ、その平川の花と同時ぐらいだったんじゃないかというような話もありまして、あとその、まあ、白川町では避難指示が出てないと、その辺の、まあ、これはちょっと市町村 の、まあ、その判事にはなるかなとは思うんですけども、
その県としてその避難指示のやり方とかですね、その辺どういうふうにこうやっていこうというのは何か。今おっしゃった点もですね、私どもの検証の一環にとして考えております。2年前もそうでしたし、誰がどうがどこがというよりはですね、客観的に何て言いますか、起こったことを分析をして、そしてよりベターな対策をですね提言していくということが大事ですの で, で、まあ、そこら辺は具体的にはその市町村なりまた関係者ともですね議論しながら、当時の状況を詳しく伺いながら、まあ、検証していくということですけど、当然この避難のあり方っていうのは検証の対象になると思いますね。ちょうど2年前もですね、上の方でしたっけ、あそこで 大増水といいますか大浸水が起こったわけですけど、まあ、言ってみると分かりますけどね、本当に小さなせせらぎなんですよね、正常普通の時には。でこんなところが水があふれかえって、そして家屋に浸水してきて、しかもその人間の命が危ぶまれるほどの大浸水になるとはとても皆さん思えないということで、私も現地行って思い出しますけどね、川の中流以降には水位計がついているけども、あるところから先はもう本当に小さなせせらぎですから、ここに水位計を置いても意味があるのかとかですね、それから置いたとしてどういう基準でどのくらいになったら避難したらいいのか見当もつかないと、まあ、こういうようなやり取りがあって、でところが現実に起こったことは起こったことでありますので、現実に起こったことから遡ってですね、やはり水位計はとにかく置くと、その置くべきか置かざるべきではなしにまず置くんだと、で置いた上でこの地域で最悪のシナリオをですね、いろんなケースを見ながら想定しながら、一定のルールを作っておくと、そしてまた現実に合わせてまたそれを見直せばいいわけですから、ということで辺一帯もですね急速にそういう体制を取っていただいておりますけれども、まあ、そのような類の議論を前回しましたんでね、その時にも地域の方々やら関市長さんも積極的に参加して議論に参加していただいたんですけどね。もう一点だけ、今度はコロナのところなんですけども、はいはい、県としてもですね、今その、県内の観光あるいはその3県の観光 の、まあ宿泊のキャンペーンなんかをしたりしていらっしゃって、8月にその全国大会になるキャンペーンを予定されていらっしゃるかなと思ったんですが、その辺こう例えば今、まあ、東京とかがみんな、まあ、出ている中 で、県として何かその見直すような、ことはされているというのはそうですね、まずいわゆる安心ステイホッと一息岐阜の旅というこのキャンペーンですけれども、第1ラウンドがですね岐阜県民に岐阜県内を回ってもらおうということで約1万1000人分、それから第2ラウンドが東海3県の方々に岐阜県域を回ってもらおうということで2万3000人分、合わせて3万4000人分の、まあ、宿泊需要をですね、まあ、創出したわけですね。でとにかく売り出したらあっという間に売り切れるもんですから、まあ、逆に言うとそれだけ需要があるということなんですね。岐阜の人が岐阜の旅をするということについてもあっという間に売れるわけですから、まあ、それだけだということは非常に感じましたし、それからどういうところに泊まりたいのかと言いますと、この第1弾も第2弾もですね、だいたい 85% が飛騨ですね。でそれから第2弾 の、 3県ですけども、ほぼ半分が岐阜県民で、4割半分強が岐阜県民、4割強が愛知県民で、1割弱が三重県民 という感じで、なんとなく、まあ、関心の度合いがなんとなくイメージが そんなものかなと思っておりますけども、いずれにしても相当な需要があるわけでありまして、で本来なら8月1日からですね第3段階ということで全国を対象にということに、まあ、申し上げておりましたけども、まあ、私どもとしては、まあ、このところのですね、全国の感染状況の伸びとか、それからこの豪雨災害で被災したですね、県内観光地の状況も考えてみますとですね、まあ、少し慎重に考えようということで、まあ、少なくとも8月早々から全国を対象にというのはちょっと見合わせようかなと思っております。で、まあ、その上で
そういったその感染状況とか、まあ、近隣県の状況とか、それから県内の、まあ、災害からのですね、復興復旧状況とか、いろんなことを加味しながら、それから、まあ、GoTo トラベルキャンペーンがどういうふうな展開をするかとか、まあ、いろんな要素を見ながらですね、まあ、どういうふうに進めていくか、柔軟に考えていきたいというふうに思っておりまして、ひとまず8月のからの展開はストップしようと思います。よろしいでしょうか。では以上をもちまして国民会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。